ットゼロを見つけたので、今回も30回回していきたいと思います。頑張ってね。30の年代を話すことだけじゃない。今回は茶色のカプセルが中身全然見えないんだよね。あ、でも緑とか見える。緑だ。緑っぽいよね。で、今日のシークレットレアは、あ、今日の、今回のシークレットレアはとりあえず紫がいっぱいありますね。紫がいっぱい出てくるといいね。はい、じゃあどん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 回していく。さすがに魔法は専門だよ。だこんな感じでチラッと見えますね。じゃあ30回回していきたいと思います。紫と、あと青のなんかメダルが気になってるみたいので開けていきたいと思います。残りは後でね。シークレット来るかな。これ硬いんだよね。あ、開けた。開けれた。これは、これは何だった、キラキラ。あ、カブトのライダーフォーム4500だね。いよいよ後ろ向いてる、はい、後ろ向いてたね。青行こうかな。青何だったそれ。あ、イクサっていうのだった。イクサのバーストモード。いいよ、バーストフィニッシュみたいで、それ何色。青。うわー、ダブリイクサで、これは紫のなんだ。あ、電王だ。電王のソードフォーム、かっこいい。なんか結構今回のデザインかっこいいかも。はい、ラストは何かな。紫の、あ、出た出た出た、やった。これがシークレットっぽくて二重になっていて、はい、破れる。そう、破れるんじゃなくてめくれるのね。あー、やったー。とりあえずシークレット1個はゲットしました。残りのはお家に帰って見てみたいと思います。はい、というわけで今回は仮面ライダーぶっ飛ばソウルモッド04を30回回してきました。はい、全30種のうち揃えられたのは14種類でした。結構今回は厳しかったですね。そして偏り方がひどい。ビルドのあのこちらのラビットタンクスパークリングフォーム、こちらもビルドのラビットタンクスパークリングフォームなんですけれども、切ると蹴る、こちらがやったら出ましたね。はい、そして今回のシークレット、一つはこちらのビルドでしたが、もう一つは牙のようですね。緑色の1900ぐらいの牙がシークレットになっていたんですけれど、こんなに緑が出たのに来ませんでした。悔しいですね。その他にたくさん出たのはこちらのイクサですね。牙の22年後でしたっけのやつですね。イクサ。はい。ビルドもこのフェニックスロボフォームは3枚出たんですけど、まあこれぐらいは許容範囲として、これは出すぎですね。大変。はい、今回は62番がスタートになります。62番、仮面ライダー響き、レアリティ4、特4500。63番は仮面ライダー兜、ライダーフォーム、星4つ、特4500。はい、そして64番はこちら、仮面ライダー電王ソードフォーム、星4つ、特4500。今回はちょっとこう、かっこいい感じの仕上がりになってますよね。はい、そして65番が仮面ライダー牙フォーム、星4つ、特4500。そして番号がちょっと飛びます。続いてがこちらの88番仮面ライダービルドオクトパスライトフォーム、星1つ蹴るの1800。89番は仮面ライダービルドオクトパスライトフォーム、星4つ打つ4400。90番はこちら、仮面ライダービルド、フェニックスロボフォーム、星1つ打つ1700。91番は仮面ライダービルド、フェニックスロボフォームの星4つ、特4600。92番は仮面ライダービルド、ラビットタンク、スパークリングフォーム、星1つ、キル1800。
93番はこちら、仮面ライダービルド、ラビットタンク、スパークリングフォームの星2つ、ケル2600。94番が仮面ライダービルド、ラビットタンク、スパークリングフォームの星4つ、イル4700。強いのに限っていないですね。はい、そして95番がシークレットのビルド、仮面ライダービルド、星1つ、徳1600。こちらをちょっとめくってみましょう。はい、ではいきます。じゃじゃん。はい、仮面ライダービルドのエグゼイドフォームが下に隠れていました。シークレットの12番、シークレット徳5500と書かれています。かっこいいですね。はい、こんな感じです。96番はこちら、仮面ライダーエグゼイドのアクションゲーマー、星3つ、キル3800。97番はこちら、仮面ライダーゴースト、俺魂、星3つ、撃つ、3800。98番は、仮面ライダーガイム、オレンジアームズ、星3つ、蹴る、3800。99番は、仮面ライダーフォーゼ、ベースステイツ、星3つ、イル、3800。100番は、仮面ライダーオーズ、タトバコンボ、星3つ、トク、3800。101番は、仮面ライダーディエンド、星2つ、ケル2500。102番は仮面ライダーディエンドコンプリートフォーム、星4つ、徳4800。103番は仮面ライダーキバ、キバフォーム。これですね、シークレットのもう1枚はこちらの103番ですね。星1つ、ケル1500、1500でした。104番は仮面ライダーキバ、ドガバキフォーム。星4つ、ケル4300。105番は、こちらの仮面ライダー、イクサ、セーブモード。星1つ、ケル1900。106番は、仮面ライダー、イクサ、セーブモード。星3つ、トク3700。107番は、仮面ライダー、イクサ、バーストモード。星2つ、イル2200。108番は、仮面ライダー、イクサ、バーストモード。星4つ、キル4500。109番は仮面ライダー正気、星2つ、キル2900。110番は仮面ライダー豪気、星2つ、撃つ2900でした。はい、その他にも今回は1個もゲットできなかったんですけど、エナジーアイテムはバリアと重力操作と、星座のヤギ座が入っていました。はい、というわけで今回は映画公開前でしたので、たくさん平成の仮面ライダー出てきていましたね。本当はこれこそコンプリートしたいぐらいだったんですけど、あまりに偏りがひどかったので途中でやめてしまいました。皆さんぜひぜひゲットしに行ってみてください。はい、そしてゲームの方のぶっ飛ばソウルも中身のラインナップが変わっていました。第4弾となって、今回はこちらのエグゼイドのこちらのボトルとダブルのこちらのボトルのメッキバージョンが全部で4種類ですね。こちらが大当たりのフルボトルの景品になっていました。ということで、とりあえずデラックスで持ってるので、今回は人もたくさん並んでいましたし、挑戦しないで帰ってきました。ゲットしたい方はぜひぜひ行ってみてください。はい、というわけで今回はガシャポン仮面ライダーぶっ飛ばソウルモッド04を回してきました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。